伊勢国分寺跡、石碑伊勢国分寺跡伊勢国府跡、伊勢国分寺跡の一伊勢国分寺跡は、三重県鈴鹿市国分町にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、伊勢国国部宗寺の寺院跡にあたる。本校では、伊勢国部天寺の推定地についても解説する。 三重県北部、鈴鹿川左岸の断旧内地上に位置する。聖武天皇の御事のりで創建された国武僧寺の遺構に否定され、東側の国分町集落のあたりの国武遺跡には、国武マデラートが推定される。付近では、古代、東海道及びその川の駅下の存在も推定される。奈良時代中頃の伊勢国府は、南西約7キロメートルの長者屋敷遺跡に否定され、 当時の国府、国分寺はそれぞれ鈴鹿郡、河野郡と異なる軍域に立地していた。地域は1922年に国の史跡に指定された。1988年から2009年までには35時に渡る発掘調査が実施されており、その後は現在までに史跡整備が進んでいる。その調査により、近道、行道、 僧帽など多くの主要画覧の遺構が判明しているが、加えて、時期内で別に区画された区域を持つ点が、他の国分寺とは異なる特色として注目される。なお周辺では、掃寺跡の南側において、川の群が跡と推定される、狐塚遺跡や、南東側において、白鳳寺院の遺構である、南浦遺跡が立地している。聖武天皇肖像創建は不詳。 天平十三年の国分寺根流の御事のりの頃に創建されたとみられる。創建の背景としては、川の群周辺を治めた古代豪族の大鹿氏の影響力が推測され、周辺では大鹿氏に関係する古墳も多く分布する。大同四年には、隣国の小国である島国の国分二次の僧儀が伊勢国分寺に移された。延長五年成立の 演技式取税上の規定では、伊勢国の省税に関して、国分寺料の稲4万束とともに、島国分寺料の稲3000束を規定する旨が見える。全国のほとんどの国分寺は、平安時代以降に衰退するが、伊勢国分寺の場合には、どのような変遷をたどったかつまびらかではない。文治2年には、源の頼朝から、東海道の守護人に対して、各国の僧者、 国分寺の修造の命があったが、伊勢国での内容は不明。江戸時代では、完成年間の東海道名所杖に国分寺の名称とともに記載されているほか、法歴年間の三国地市に河原類が散在する状況が記載されている。掃除後前景左に、塩伽藍、右に、北東院、松院。掃除後の地域は180メートル四方で、 月地米を持って区画する。主要仮覧として、地域の西寄りにおいて、南門、中門、近道、坑道、僧帽が、南から一直線に廃されており、東大寺式仮覧配置とみられる。近道左右からは、回廊が出て、中門左右に取り付く。地域の東寄りでは、北東院、松院、掘った手柱建物などが廃されていた。このように院を廃する形式は、 全国の国分寺でも珍しい例になる。以上の一方、全国の国分寺に建てることが規定されていたはずの、塔や首、主脳共像は未だ認められていない。遺構の多くは後世に、気壇の深い部分まで作兵を受けている。そのため、溝塔によって、気壇規模は知られるが、気壇上面での建物規模は、ほとんどが明らかでない。主な遺構は次の通り。 近道跡行道跡以上のほか地域南東隅には、掘ったけ柱建物二棟が認められている。天寺跡は、掃除跡の東側の国分町集落あたりに、推定されている。現在までに、遺構は見つかっておらず、地域、仮覧は不明。国分町光福寺に残る、伊勢国分寺鎮石引き検討では、金光明寺を、南院、北家寺を、 北院と称したと見え、それぞれ南院は国分町南浦付近、北院は国分町集落付近に推定されていた。その後の調査で南院は白鳳寺院の遺跡と判明したが、北院でも河原が大量に出土し、こちらが天寺跡に当たると推測されている。なお、鈴鹿市笠戸町では奈良時代中頃の三期の河原跡が見つかっているが、これは 伊勢国部アマデラの河原のための窯であったと見られている。所在地鈴鹿市高古博物館関連施設、交通アクセス伊勢国分寺周辺伊勢国部アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。